幸せの直行便に乗り換えるなら鹿塾。今日は上司に恵まれないと思ったらというところで、人に恵まれないっていう話がよくあると思うんですけれども、人間関係で悩んでいる人たちってやっぱりすごく多いと思うよね。多いと思います。でこの時期転職したりとか、これからね人事で採用したりとか、結構経営者の人とかでも履歴書見ていい人採用したいとかって言ってね、まあ生命鑑定で見てくださいとかっていう風で来たりするんだけど、まずその根性がね間違ってるんだよね。なるほど。いい人を採用しようっていう、ここが問題です。今日はもうその話をねしたいと思うので、それが分かればもうすごい人に恵まれる人になると思います。まずね、まあ、村山先生がよくね言われていたんだけれども、仏にまみえれば仏になるっていう風に言われて、で私も本当に大変な時に、もうあれ勉強しようかな、これを勉強しようかな、どう何をしたらいいですかっていう風に言った時に、とにかくこのね講座に通い続けなさい、私に会いに来なさい、私に会いに来るだけであなたも良くなりますからっていう風に言われたんですよね。同じやっぱり周波数っていうか、波動っていうか引き寄せの法則なので、高いレベルの人っていうかね、そういう人と会っていたら、まあ自分もその周波数にはもちろんこうなっていくっていうところがあるので、努力して人生変えるとか苦行してとかっていうところの時代ではもうないんだなっていうことがまず一つ。やっぱりね、お釈迦様もそうだけど苦行をやめたんだよね。水の中で滝に打たれてそれで悟れるんだったら、もうとっくに魚なんて悟ってるからっていう風に村山先生もね言われていたように、いい会社に就職したいって思ってる子たちもいるかもしれないし、いいパート先とかいい上司に恵まれたいとかっていう風にして、常に外にいいものがあれば自分が幸せになれるんじゃないかっていう風に思ってたりする。会社の社長さんも、もっとこの人が働けば良くなるんじゃないかとか、いい人採用したら会社が儲かるようになるんじゃないかとか、いい嫁が来たら息子が幸せになるんじゃないかとか、いい人をってここでもより好みして、人が変われば自分は幸せになるんじゃないか、それでいいのって、この根性どうなのって、自分がいい人であればどんな人が来たとしてもその人を幸せにしていける、その人をいい状態にしていける、私が変わって私が成長して、私が本当に人間的に寛容で素晴らしい人間であれば、私に縁する人たちはみんな良くなっていく、この考え方でやっぱり気学を学べたっていうことが、まあ、鹿塾のねその中に流れているものとしては大きいかなっていうところが一番根底にはあるんだよね。自分なんですよね。そうなの。環境に左右されて自分の幸せが左右されるっていう、人がこうなれば自分は幸せで、自分が不幸になるのはこの人のせいなんだっていう風にして、人によって自分の幸せが左右されるっていうことではなくて、気学っていうのはどんな人にも合わせる自分になる、そういう人間形成の学びだから、どんな嫁が来たってあなたが合わせていけばいいんでしょうっていう風になっていくし、できる人ばっかり集めてもいいチームにはならないんだよね。野球のチームにしても会社にしても2対6対2の法則っていうのがあって、すごくできる人が2いたらできない人も2いて、で6ぐらいの人がまあどっちにも日和見みたいな感じなの。だから野球の選手で全員いい人を育てたいね、もういい人採用したとしても、ドラフトで採用したんだって言ったとしても、その中で 20% の人っていうのはいい成績残せなかったりする、この2対6対2の法則があるので、城の城壁なんかもそうかもしれないね。こう石が大きな石大きな石大きな石で積み上げたいって思うじゃない、間に小石が入ってるよねっていう。なるほど。うん、私若い時にそのまあミュージカルのねこう世界にいて、そのミュージカルのカンパニーの中で一生懸命ね仕事してる人もいれば、全然仕事をしてないお年を召した方がいたので、社長に、なんかね全然仕事してないのに同じ給料って何ですかみたいな感じでちょっとね、もうこう、ありがちですね。そう言っちゃったことがあって、はい、だけどその人はその会社の最初の頃にものすごく貢献をしてた、いろいろな人脈もある、もう今はもうポスト
ストがあってゆったりして毎日新聞読んでるだけかもしれない。だけれども、うん、この会社にいる存在っていうものがペーペーのその新入社員の頃の私にはまだやっぱり見えなかったの。その時にその城の石の話を聞いて、そうかと、人もそれぞれにこう形があって様々なものがあるから、いい人だけでいいわけではなくて、いろいろな人がいてちょうどいいっていう、この組織の作り方、家族の作り方、人との違いってものをもっと楽しめて、こういう風な違いがあるんだっていうところから学んで、自分がもっと成長にそれを変えていくってなった時に、いつの間にか周りにはいい人しかいないって、ああこんなに人に恵まれてたんだっていう風になる。気学を始めてね、その学び始めて生徒さんが一番言われるところがそれ。嫌な人ばっかりでした。上司がもう嫌で、もう上司と食事しに行きたくない。休みの日に上司から電話がかかってくるだけでもう嫌だって言っていた子が、もう最後辞める時にはこの人たちのいる会社を辞めたくないって言った頃に卒業ってなったりするので、それが卒業の合図ですね。そうなの、そう、旦那さんなんかでもそう、この旦那さんがすごく嫌だとかって言ってるうちには卒業はないだけどもう本当にこんな人がよく私と一緒にいてくださいましたぐらいに感謝の気持ちになった時に、はい卒業していいよって言って自由になる本当に同じ人なの、何も変わってないの。何が変わったのって言ったら、自分の味方なの、自分の根性が変わるんだよね。根性ってよく村山先生おっしゃいますよね、うん、人を幸せにするんだ、自分に合った人をみんな幸せにするんだ。もう例えば浮遊霊とかもそうかもしれない、うん、何かいろいろな霊がつくとかっていうような人たちもねいたりして、そういうもの来ないでとか、ね、こんな人来ないでとかっていう風にやる人いるけど、もうどんな人が来たっていいんだよ、自分のところに来たら成仏してくれぐらいな感じでもう本当にその光に変えてあげるっていう風にして、人生の中でさまよってもう苦労があってっていう人も、もうみんな来てって、もうどんな人でも幸せになる、その場が主家塾だからっていう風になって、いいとこ行けばこのカリスマの先生とか有名な先生とか多分いっぱいいると思うけれども、いい人のところに行けば自分が幸せになるとか、有名な人に会えば自分がとか、なんかそういうところとはまた多分ちょっと違うんだろうなーっていうふうに思う。自分と同じものを引き寄せるから、周りの人の悪口を言ってるっていうことは自分の悪口言ってるのと同じことだし、恥ずかしいよなっていうふうに思ったりするから、結構子供の悪口言ったり、中田さんの悪口言ったり、家族の悪口言ったりとかっていう時期私もねあったけどもうみんなが邪魔してる、私の幸せを邪魔してるとかっていうふうに、誰も邪魔してない、邪魔してるのは自分。本当にそれが足かせになって、なんか周りのせいで自分はね幸せになれないんだ、自分は上を目指してるのにこの会社のせいでとかっていう風に言ってるうちはダメ。そう、その会社を良くするのはあなた、あなたが入ったらその会社は何でも良くなると思えば、そこに最初からのより好みはしない。どこでも成長していけるから、だから石からでも学べるってよく言うよね。路傍のもうこの石からでも学べる、もう犬からでも学べる。犬から、そうは言っても例えば経営者さんの場合、うん、いい人に来てほしいって思うじゃないですか、うん、でもその来た人があんまりいい人が来ないよ、うん、その応募の段階から来ないよみたいなこともあるじゃないですか、うんうんうん、そういう場合にはじゃあどうしたらいいのか。もうね、まずはやっぱりね、人間は育つんだなって、まずはその心配からじゃなくて、育てるとかっていう意識じゃなくて、必ず人間はもともと向上したいって、うん、思ってます。宇宙っていうのはどんどん大きくなっていく、成長していく、広がっていくって、これはもうそうなんですよ。だからどこに来たとしても必ずみんな育っていくもんなの、成長したいと思うし、いいことしたいっていうふうに思っているものなの。だけれども最初からやらせちゃって、好きなようにやっていいよとかっていう人が多いんだけれども、好きなようにやっていいのが一番困る、うん、だからどういうふうにやればいいのかっていうことを見せてあげて、やらせてあげて、そして失敗したら助言をしてあげてっていう風に、最初はやっぱりやってみせてあげる、これが習うっていう、学ぶっていう姿勢においては最初は真似るっていうところから、だから口であーでもないこうでもないっていうよりは、あ、見せてあげるねって、子育てでも全部そうだったと思うんだけれども、村山先生よく言ってた、子供の好きなようにねやったらいいって、子供に自由にさせるって、それは間違いっ
って。そんなね、最初からそんな風にしない。小学校の時には小学校で学ぶ必要があるものがあるって、コツコツっていうようなものを学んで、いずれ自分が好きなものができるようになるためには、あ、やっぱり何年もこれをやっていかなきゃいけないんだなって。スケートだってそうだけれども、練習しないと上手くならないっていう風に、コツコツ長く続けるっていう、その時刻があって上手くなるみたいなところがあるのに、それを最初からやらなくてもいいよって言ってることではなくて、何でも最初から好きにやらせるとかっていうところは、経営者の人とか、あるいはもう親の方たちが一番ちょっと間違いやすいところだと思うので、最初から何でも好きにやっていいよはあんまりないかもしれない。ある程度のレールっていうものは敷いてあげる。それが気学だと思うのね。一泊というレール、時刻というレール、そのレールなので、そこから寄り道したりとか離れたりしたら、やっぱり遠回りになっちゃうので、だからマニュアルもあるでしょ。このマニュアル通りやれば、私じゃなくてもうまくいくっていうものをシステムとして作っていれば、どんな会社にどんな人が来たってうまくいく。この、どんな人が来たってうまくいくっていうのが気学なの。この人はうまくいく、けどこの人はうまくいかないっていうものじゃなくて、どんな人がやったってこれやったらうまくいくっていうのが気の学問だから、テンプレートというか、このシステムというか、その通りにやればいいよっていうマニュアルさえあれば、あとはどんな人が採用されたとしてもちゃんと育っていくはずなんだよね。自分っていうことと、うん、まあその順序もあるよ、うん、やるべきこともあるよ、うん、それと、まあ、いつもうちにはこういう人しか来ないんだ、いつも私にはこういう人しか、こういうのはこういう人しか来ないんだって思うこともやめるってことですね。そうだよね。そうそうそう、鏡だから、うん、でその人たちのいいところをやっぱり評価してあげて、絶対いいところあるだろうから、今日はこれができたねとか、昨日のその人と比べるっていう感じかな。自分と比べるとか、よくできている人と比べるじゃなくて、その人の昨日よりも今日進歩しているよねっていう、その進歩を見てあげるっていう、変化を見る学問。気学をやってるとね、人の変化に気づけるようになる。些細な変化にも気づいてあげる。で、気づいてもらうと嬉しいって、気づいてもらえたっていう時に、この人のためにとか、あ、この会社にいてよかったなっていうふうに思えると思うんだよね。本当採用って難しいと思うんですけれども、うんうん、でもそうやって考えたらね、うん、もう自分次第っていう。そうです。では今日もね、いいなと思った方にはチャンネル登録をしていただいて、グッドボタンを押していただきたいと思います。登録していただいた方には LINE 公式のところで特典というね、文字を打って返信していただいたら、キャンセルの法則の動画をプレゼントさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。